はい、今日はおすすめのエディターをご紹介します。なんですけど、究極的な話をするとですね、自分が使いやすいと感じるものであれば私はもう何でもいいというふうに思ってます。たまに価値観をね、こう押し付ける人がいるんですけれども、まあ、あんなのも本当もう無視しちゃって良いと思ってます。はい、まあ、でそれは置いといてですね、現役のフロントエンドエンジニアの立場から舐められないエディターを挙げるとしたら、まあ、VS コードが適切かなというふうに思います。でこれはもう知ってる人からすると何の面白みもない回答でですね、まあ、それぐらい今の時代ダントツの人気を誇ってます。でまあこれだけだとちょっとつまんないんで、まあ、土曜日らしくですね、もう少し深掘りをするとですね、VS コードをおすすめする、まあ、3つの理由があります。ステートオブ JS の結果、あと昨今のタイプスクリプトブームと、まあ、世界のギークも使ってるよという理由ですと。まあ一つ目はステートオブ JS の結果っていうのは、まあ、全世界のエンジニアにですね、アンケートを取って統計を出している、まあ、サイトがあるんですけれど、まあ、そこのエディターに関する質問で、まあ、VS コードがぶっちぎりの1位だったという結果がありますと。利用者が多いっていうことは、まあ、それだけメンテされやすくて、まあ、情報も多いっていうことなんで、まあ、つまり私たちフロントエンジニアはエディターの設定とか不具合に時間を消費することなく、まあ、開発に集中できるということだと思います。でよく新しい技術がこう出た時にですね、エディターが対応してないってこともあるんですけれど、まあ、そういう意味でも、まあ、これだけ利用者が多ければ VS コードだったらいち早く対応するというふうに思います。で2つ目の理由は、まあ、昨今タイプスクリプトブームっていうことで、タイプスクリプトはマイクロソフトが開発していて、で VS コードもマイクロソフトが開発していると、まあ、だからタイプスクリプトが最も使いやすいエディターっていうふうに今言えますと。で具体的にですね、タイプスクリプトって日々バージョンアップしてまして、例えば今だとバージョン3なんですけど、これがまあいずれバージョン4とか、まあ、出ると思います。でその時にこう新しい技法がこう使えるようになったという時に、まあ、VS コードは他のエディターよりも先に、まあ、保管機能とかも聞いた状態で、まあ、使えるようになるというふうに思います。で3つ目の理由は、ギークも使っているということで、例えばバーディンという、まあ、世界でも有数の OSS のチームがあるんですけれど、まあ、そこのコミッターさんも VS コードを使っていましたと。で、まあ、日本だと水内さんも VS コードを使われているようですと。はい、で簡単にまとめると、まあ、こんな感じで、まあ、VS コードが一番バランスがいいかなというふうに思います。ちなみに私は IntelliJ っていうのを使ってるんですけれど、もともと VS コードが出る前からこの業界にいたっていうのと、まあ、仕事柄PHP とか Java とかフロント以外のプログラムを触ることがあるんで、まあ、ちょっと重たいんですけど IntelliJ を使ってますと。で、すごい乱暴な、ちょっと知ってる人がいるんでちょっとねあれなんですけど、すごい乱暴なこと言うと、まあ、アトムとサブライムは舐められがちですね。舐められるよ。で、ヒデマルとエクリプスはもういじれないです。もう、おじさんだし、絶対。もういじったらダメですね。で、ビムと Emacs は、めちゃくちゃイキってるか、もう本物かのどっちかなんで、最初様子見ますって。まあ、結論何でもいいんですけれど、まだ何にも染まってないんだったら、VS コードで癖をつけておくと、まあいいよというお話でした。はい、以上です。この動画が良ければ、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。はい。
ちなみに、私が新卒で入ったウェブ制作会社はリッチなエディターを使うと楽して成長しなくなるという謎理論があって、テラパッドを使わされてましたと。でもうそんなね意味のない体育会系的なね発想はねもはやもう無意味なんで、もうモダンなエディターを、使った方がいいと思います。今メルカリの CTO をしている名村さんって方いらっしゃるんですけれど、その名村さんの手さばきをですねちょっと見たことがありまして、でもうマジモンのビマーでしたね。もうほんとCTO って雰囲気になってる方も正直いると思うんですけれど、名村さんも本物だなというふうに思いました。はい。